今月14日、大阪市西区。少年に子供を殺された家族が思いの丈を語ります。帰らぬ人にされてしまいました。8人の加害者により暴行を受け死んでしまいました。母ちゃん、ジュース買いに行ってくると言って家を出て行きました。それが息子の最後の言葉となりました。やめてくれ、助けてくれと言っただろう。どんなに怖かったか。胸が張り裂けそうになります。頭や顔をバットで殴り続け、バットが折れるとまた木槌で殴り、立ち上がれないように膝を殴打し、さらに川へ蹴り落とすという非常に必要で残忍なものでした。ひどく殴打され、顔は腫れ上がり、私の知る息子の姿はなく、あまりにも変わり果てた状態でした。少年に子供を殺された親たちが毎年開催するウィル。1999年に始まり、今年で25回目を迎えます。遺族の思いを語る場でもあり、少年法を考える場でもあります。主催する少年犯罪被害当事者の会の代表、竹瑠璃子さんです。こなすので必死だったんですけど、やっぱり25回ぐらいになると、いやよく続けたなって。テーマは刑務所や少年院で犯罪被害者や遺族の心情を聞き取って加害者に伝えるという新たな制度について。自分の犯した罪を見つめ直すということ自体は刑務所の中では行われてきませんでした。これだけはできると思うんです。あなたはこの施設に何で来たか分かりますかって問いかけることはできると思うんです。25回目を迎えるもう一つの子どもの日、それは竹さんたち遺族が少年法の壁に挑み続けた歴史でもありました。大阪西淀川区に住む竹瑠璃子さん。下の子たちも大人になってきたので、その子たちを見たら思ったりとか、お兄ちゃんどんななってるかなとか。でもちろん命日にはみんなが集まるので、友達がいっぱい集まるので、その子たちを見るとすっごいいい、なんてお父さんになってるから、お母さんになってるし、だからやっぱそんな時はすごく寂しかったり、でも来てる子たちを見たら嬉しかったり、まあ複雑ですね。はい。私たちが竹さん夫妻を初めて取材したのは26年前。1996年11月、竹さん夫妻の長男高和くんは学校の文化祭で他校の生徒に因縁をつけられました。校門で待ち伏せされた高和くんは1キロ近く追い回された上、一方的に殴る蹴るの暴行を受けました。手術は一応成功したって聞いたんですけど、子供を見たらもう触ってもこう反応のない状態でしたね、その時から。はい、高くん頑張れと叫びながら書き続けました。しかし
願いは届きませんでした。悲しみに暮れる竹さん夫妻にさらに追い打ちをかける事実が。殺した相手の名前も教えてもらえない。で、何があったかも教えてもらえない。まずね、僕らは人を殺したんだ。ほんでまして16歳や、多分裁判があると思ってたわけですよ、うん、人を殺してなぜ裁判がないのって。竹さんは同じような境遇の家族と話がしたいと手作りのパンフレットを作成。全国の4家族で少年犯罪被害当事者の会を作りました。はじめは話をすることが目的だったんですよね。で、こんなやね、悲しいね、寂しいねとか、でもこんなことおかしいよねっていう話が少年法のことが多かったんで、やっぱそれは言っていこうっていうことになったんですけど。少年犯罪の遺族に立ちはだかる少年法の壁。戦後間もなく作られた少年法の理念は加害少年の健全な育成。当時被害者や遺族は審判で意見を述べることはもちろん、傍聴も記録を閲覧することもできず、殺人であっても審判には加害者の弁護人だけが入りました。そんな時、あの事件が起きたのです。逮捕の年月日、平成9年6月28日午後7時5分です。被疑者は神戸市須磨区居住の中学3年生 A 少年、男性14歳です。日本中を震撼させた神戸連続児童殺傷事件。榊原生徒と名乗る当時14歳の少年は、近くに住む長谷淳君を亀を見に行こうと誘って殺害し、遺体の一部を中学校の校門前に置き、その2ヶ月前には道案内をしてくれた山下彩香ちゃんの後頭部を突然ハンマーで殴って殺害しました。この事件を機に、およそ50年変わらなかった少年法の改正を求める声が強くなりました。やっぱりなぜこう私たちの声を拾ってもらえるようになったかというと、神戸の事件なんですよね。やっぱり神戸の事件が起きたから、うちの事件、息子の事件から半年後に起きたので、それがなければ私たちのこともまだまだ取り上げられていないかもしれないですね。神戸の事件はそれだけ大きかったですね、はい。1998年、竹さんたちは会のうち2家族が住む石垣島に集結。世論の高まりを受け、法務大臣に直接少年法改正の要望書を手渡すことに。その内容をめぐり議論は白熱します。ですからこれはあくまでも案ですので、人を殺したっていう事実認定なしで、もう殺したんやから知らないっていう、そういう発想で少年審判というのをやっとるから、それは間違っとると思うんですよね。2日にわたっての会議で、重大事件の少年審判には検察官を入れる、刑事処分が可能な年齢の見直しなどが盛り込まれました。法律の改正を訴えていきたい。それとあと、その一人だけで、やっぱり家族だけで悩んでる人も過去の人でおると思うんですよね。そういう人らにもやっぱりこういう会があるんですよっていうのを訴えていきたい。高田君、東京まで行ってくるね。法務大臣に会ってくるよ。頑張ってくるからね、見ててよ。いよいよ法務大臣に会う時が。それぞれの家族の心情書も手渡すことに。まあ精一杯、うん、そう精一杯、分かってもらえるようにね、精一杯の力を出そう。
人になって初めて何ができるか考え悩みました。その時思ったのは殺された子供のことでした。まだまだ夢も希望もたくさんあったのです。そして決して死にたくなかったのです。あの石垣島行きましたね。あの要望書を作るために集まって、でもすっごく時間かかりました。なんかこうみんなの共通したとこだけをまずまとめて、それでもやっぱり緩いとか、そのそんな言い方じゃ、そのなんていうんですかね、もっと強く言った方がいいとか、かなりの意見が出まして、で最後の法務大臣に会う直前までかかりましたね、要望書作るのに。その後もさまざまな政党を回り、被害者の現状を訴え続けました。人として一番大切な。一方で弁護士会などは少年の更生にならないと改正に強く反対。少年に対する処罰の強化によって少年を社会から排除するのではなく、少年の真の更生に向かって。賛否は大きく分かれました。そんな中始まったのがウィル。第1回のテーマはもう一つの子どもの日。親の思いと少年法の課題が議論されました。そして採決いたします。本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。起立多数よって。51年ぶりに少年法が改正。刑事処分の可能年齢が14歳に引き下げられ、16歳以上の殺人は原則大人と同じ裁判に。そして被害者が審判記録を閲覧できるようになりました。翌年のウィル、竹さんには別の心配が。結局少年法改正になってしまったから、もう一つ関心が薄れてきてんじゃないかっていう心配が今年はありますよね。翌日、第3回のウィル。今まで50年間動かなかった少年法が動いたということはとても画期的なことだと思っています。でもまだまだ足りないところもたくさんあると思っています。その後も重大事件の被害者、遺族が審判を傍聴し意見を言えるようになるなど、被害者の権利は着実に増えていきました。2018年、二人三脚でやってきた夫の和光さんが病気のため70歳で亡くなりました。遺灰が二つになってしまいました。高和くんの事件から25年が過ぎ、被害者の権利が何もなかった時代と比べ、世の中の意識は大きく変わっていました。この日は加害少年の更生を支援する保護司の前での講演。以前はありえなかったといいます。法律もできました。制度もでき、私たちの関わる少年法も今回で5回目の改正を迎えました。26年前にね、こんな風に社会が理解があったり法律制度が変わっていたら、私たち家族はもっと違った生き方ができたんじゃないかっていうことは思うんです。悔しいんです。私たちの家族当時地獄のような状態だったんですね。子供たちが3人いて夫婦で5人家族だったんですね。ある日突然息子がいなくなるわけです。その生活が受け入れられなかったんです。もうこうなんていうんですかね、5人が4人っていうのを感じたくないんです。でも目に映るのは4人しかいないんです。それとの戦いがまず始まりました。例えば魚を買いに行きます。今まで5人分だから5匹買うんです。それが4匹になるって頭がよぎるともうできないんです。
簡単なことができなくなってしまったんです。もう変えなくて帰ったことも何回かありました。普通に行う日常生活がまず送れなくなったんですね。そしてもう一つ、私たちが本当に何年も経ってぶつかることにはこんなことがあります。加害者側の謝罪がないんです。そして損害賠償金っていう民事裁判を起こす人が多いんですね。その支払いがちゃんと約束を守らないんです。ほとんど払われないです。加害者側は謝罪もせず、なんかこう賠償金も払わず、そして社会のせいにして、社会でうまくいかなかったら社会のせいにする、やっぱりそれではいけないと思うんです。だから加害者側もちゃんと社会で堂々と生きていくために、いろんなことが私は必要だなと思っています。それには何でも言うように被害者の視点を入れた教育、やっぱ矯正教育が大事だなと思います。保護司の一人として加害者を更生するということのために重きを置いていますが、被害者を本当にどうするんやということは、実は行政でもその責務がないかのように私は見受けておりました。今日のご講演はとても良かったなと思って心に響きました。ありがとうございました。保護観察官の人、保護司の人、今まで被害者の視点を入れるっていう感覚があまりなかったんですよ。特に私たち26年前だし、その頃全くなかったし、だけれどもやっぱ法律が変わったりそういうのは大きいですね。少しずつ被害者の視点を入れないといけないとか、被害者のことをやっぱり現状を知りたいっていうことが今日は特に強く感じて、やっぱ変わったなと思いましたね。はい。2022年民法の一部改正で18歳以上が成人に、一方少年法では18、19歳は特定少年に、刑事裁判になる事件の範囲が広がり、起訴後の実名報道も可能になりましたが、大人と同じにはなりませんでした。次に武参考人にお願いいたします。武参考人。武さんは衆議院の法務委員会に呼ばれました。私は今回の改正案で少年法の適用年齢が18歳に引き下げられなかったことについて十分な結果だと思ってはいません。私は24年間一家族で悩まないでと会のみんなで頑張ってきました。一緒に悩み、泣き、怒り、今も話をし続けています。できることは何でも頑張っています。でもみんなの胸の奥にある一番苦しい思い、どうしてもそれを和らげることはできないのです。それはこの少年法で生まれた苦しみだからです。どうぞこの苦しみを少しでも軽くしてもらえないでしょうか。今年3月東京を訪れた武さんたち。支払われない賠償金を国が立て替える制度や、今年始まる矯正施設で被害者の声を加害者に伝えて教育する制度の検証を求めて、有力議員や法務省、警察庁などを駆け回りました。施設に入った時点、矯正施設に入った時点から被害者の視点を入れる教育が始まるので、その被害者にその制度がありますよっていう周知をしっかりすることと、でそれをしっかり教官の人たちが意識を持って運用すること、それはまずやってもらいたいですね。そしたらもう荷物下ろしていいって言うから下ろしましょう。はい、はい。25年前と変わらず学生たちの支援を受け手作りで運営するビル。こん
のままでいけんねん。物によってはどう？そして病院に運ばれましたが、腹部の内臓損傷がひどく腹膜炎を起こし呼吸不全のため11日後の8月22日に息を引き取りました。6人が校門の近くで高和くんたちを待ち伏せしていて、友達と自転車で逃げ回しましたが追いつかれ、空手経験者である A から顔面に2発のパンチと頭に回し蹴り1発を食らわされました。第2部は12月に開始が決まった強制教育制度について、まあ、一つは一番大きいのは犯罪者自身に、まあ、視力がない、お金がないということですが、もう一つはですね、賠償意思もありません。懲役何年は賠償込みだというふうに言われた。要するに刑を受けることで贖罪の全てが終わるんだという親の発想なんですね。まあ、こういうことから受刑者にはお金がないだけじゃなくてですね、まあ、釈放された後もそうなんですけど、まあ、賠償意思がないということが見て取れるかと思います。日本の場合、長らく刑務所に入った受刑者に対して自分の事件のことを考えさせるということは全くと言っていいほど行ってきませんでした。でそれはある意味で先ほど言ったその本人の問題性の軽減とか、それから職業訓練とか数学の勉強、算数の勉強とかっていった将来役立つような教育をいろいろやってるんですけど、自分の行為を振り返らせるということは全く行ってきませんでした。それがどれだけ落ち着いてない子であっても、どれだけ理解ができないだろうなって思う子であっても、まず原点はなんでここにあなたは来たかっていうことだと思うので、そこからやっぱり自分に被害者がいたら被害者と向き合うことにつながっていくので、ね、その私は考えてほしいです。ようやく制度が変わったのですごく期待をしています。無我夢中だったし、必死で生きた25年だ。まずは息子のために息子の無念を思い、息子のなんていうかな、言えなかった悲しい苦しい助けて、なんか準備もなく死んでいってるので、その無念を思い、そして生きていったら生きていっていいのかなって思ってたので、そのこのことをやりながらだと生きていっていいって思えたので、生きる、自分が生きるためでもあったですね、はい、子供たちをこれ以上被害者にも加害者にもしないために。